今日は埼玉県飯能市の岩井沢鉱山の探索です。岩井沢鉱山は狭山日高インターチェンジから車で1時間約30キロの場所にあります。それでは行ってみましょう。まずは公衆トイレから車で750メーター移動して、それから林道岩井沢線に入ります。車はここに止めさせていただきました。まずは車をここに止めて、今来た道を40メートル戻ります。今日の目標は皿採取と新車ですが、小さい鉱山なのでずり石が残ってるかどうかですね。多分ここだよな。多分この沢だな。鉱山がある場所は地元の方に教わったんですけど、この沢を5、60メーター登ったところにあるらしいです。なんか落ちてるっけ。何これ。チャートだ。なんかチャートがいっぱい落ちてますね。石油なんか落ちてますね。水晶はついてないけど、チャートが混じって石油ですね。これもチャートだ。だいこの辺ですよね。あ、鉱口ありましたね。結構深いな。鉱口の周りは真っ赤のチャートだけど、サラサイ石はどこにあるんだろうね。鉱口の前はこんな感じで、ずり石はほとんど流されて見当たりませんね。これ多分チャートなんですけど、なんか桐生のサラサイ石にそっくりですね。なんか牛肉のようなサジが入った赤い石が結構落ちてますね。あ、これもそうだ。あ、これもだ。すごいね。あった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 。これ多分マンガン鉱ですね。なかなかマンガン鉱はないですね。もう流されちゃったのかな。これマンガン鉱だ。あった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 ありましたね。また A5 ランクのお肉みたいなチャートがありました。あ、これもチャートだ。ほんと綺麗なチャートですねこれ。あ、ここにもある。サシが入ってますね。結構沢のマンガン鉱を探しながら下ってきたんですけど、あんまりマンガン鉱は見当たらないですね。なんとか10分でマンガン鉱らしき転石をこれだけ見つけたので、
ちょっと割ってみます。今日の収穫です。まずはマンガン鉱物ですが、転石を割っても何にも出てきませんでした。残念です。続いてサラサイシですけど、たくさん落ちてましたね。これなんか磨いたら石屋さんで売ってるパワーストーンみたいになりそうですね。これもすごいサシが入って綺麗ですね。これはもうほとんどお肉に見えますね。今回はマンガン鉱物は全く発見できませんでした。皆さん申し訳ないです。なので今回は石英が入ったこのサラサイシみたいなチャート探しがメインとなっちゃいました。これで探索は終了です。